抱くんですよ。はい、よろしくお願いします。お願いします。こんな人と注意したけど、お父さんついに行ったね。お父さんついに行ったね。嬉しいね。嬉しいね。もう打ち止めだね、お父さんって。野呂さん、ちょっとお痩せになりました。え、わかります。私何なんか、お前太りすぎで AKB クビになったんだろ。いや、そうじゃないから。そんな理由どこにもないから。え、 AKB 太りすぎでクビになったんだろ。違う、遺跡で、あの、クビじゃないですから、二跡ですから。遺跡、はい、重量制限だ。暗黙のクビだろ。暗黙のクビ。言わなくてもいいこと言わないでください。アイドルの体重の線があるんだよ。ないないない、私ほんと昔は太ってました。太ってて入ったんだ。あ、そう。そうです、痩せると思って見込まれて入ったのに、痩せなかったからクビになっちゃったのかな。で呼ばれてらっしゃるんですか。え、ちょっとまだスケジュールに入ってないんでね。私だけちょっとガラガラじゃないか。ちょっとね、まだ分かんないですね。まだ卒業生もって書いてあったんで、多分その中に入ってると思いますけどね。時代を築いてきている一人であるので。卒業生でしょ。卒業生です。お前退学だろ。いや、クビになった場合は入んないよ。いや、クビとか言われてないし、遺跡だから。そんな、なんか3人だけですよ、そういう風に言うのは。いや、わからない。いや、いや、わかんない。それは蓋開けてみましょうよ。いや、呼ばれてなかったらクビなんだなって思いますから。あ、そうか。それはでもそうですよね。自分もちょっと心配になってきました。なかなか緊張したよね、うん、なかなか友達できたら、なかなかもう一つな感じですね。どうですか。友達できたね。なんか前でも、いや、あれはちょっとずつやっていくもんですから。いやいや、ね、そんなね、あのね、急にブレイクしてますからね。レポーターがなんかしないけど、そんなこと言ったら上島手出ますよ。本当に。手が出る。いや、もう、キスはもうだから手が出すなよ。てめえ、この野郎。はっはっはっ。友達できた。いや、出てる。気持ちいいでしょ。できてる。ちゃんとできてる。混じると気持ちがいいんだよね。